九州北部から中国エリアにかけては大雨特別警報が発表されているところがあります。詳しく地点を確認していきましょう。まずは広島県です。広島県では広島市、そして新たに廿日市市で大雨特別警報を発表されております。続いては福岡県です。福岡市、大牟田市、久留米市、八女市、大川市、小郡市、浮羽市、朝倉市、宮間市、中川市、大木町のエリアで大雨特別警報です。続いては佐賀県ご覧ください。佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神崎市、吉野ヶ里町、宮城町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町で大雨特別警報です。最後は長崎県ご覧ください。長崎県では長崎市、佐世保市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町のこちらご覧のエリアで大雨特別警報となっております。警戒レベルは5です。命の危険が迫っています。直ちに安全を確保するようにしてください。警戒レベル5段階のうち最も高いレベル5の情報となっております。九州では福岡県、佐賀県、そして長崎県に、中国エリアでは広島県に大雨特別警報が発表されております。この後も命を守る行動を取るようにしてください。